サムライケンスケことサムケンです。今回のテーマは皆さん今この世界でこれまで見え隠れしてなかなか表に出てこなかったようなことが次々と現実に起こってきていますよね。これまでの動画でも紹介したように PCR 検査の不都合な真実とか、厚生労働省が令和2年6月18日に全国の地方自治体に出した通達で PCR 陽性者が死亡した時については厳密な死因は問いません、つまり死者数を水増しして報告せよというようなね、これもですね明らかにおかしいような事態が起こっていますよね。またこれは偶然なんでしょうか、中国武漢で世界初の新型コロちゃん感染者が発生したちょうど1ヶ月前と2ヶ月前に米国、中国でそれぞれパンデミックの予行演習がされていたとか、さらにはコロちゃん騒動の真相の動画でも解説しましたが、スーパーシティ法案と2050年に向けた内閣府ムーンショット計画、SF 映画の世界を現実にしようとしていますよね。もはや都市伝説とか陰謀論とか言ってる場合ではありません。皆さんもそろそろ気づき始めてきているとは思いますが、明らかに今世界はおかしなことになってきています。そしてビッグゲイツが2010年の大規模な講演会 TED でワクチンや保健医療、生殖関連で十分な成果を収めれば、おそらく 10% から15% 人口増加を抑制できるかもしれませんと、日本円換算12兆円の資産を持つ世界第1位の大富豪の方がおっしゃっています。さらには知っている方も多くいらっしゃるとは思いますが、1980年、今から40年前にアメリカ合衆国ジョージア州エルバート郡に建てられた花崗岩によるモニュメント、ジョージアガイドストーン、8つの言語で書かれた10のガイドラインというメッセージが刻まれています。その中で1つ目、大自然と永遠に共存し人類は5億人以下を維持する。今77億人いますけど。そして10番目ですね、地球のがんにならない、自然のための余地を残すこと、自然のための余地を残すこと。がんとは我々人間のことなのでしょうか。また1992年6月にブラジルのリオデジャネイロで行われた地球サミットで採択されたアジェンダ21、この大規模なサミットは世界180カ国が参加、まあ、ほぼ全ての国ですよね。そして議題は貧困の撲滅や環境汚染対策など将来への持続可能な文明を実現するための国際的な行動指針。またアジェンダ21は1997年、2002年、2012年に大きな修正が施されたそうです。その具体的な内容に関しては非公式な部分が多いのですが、情報サイトDisclose TV などによりますと、環境に対して人間社会が影響を及ぼしているどの地域においても、国連をはじめ政府と大組織による地球規模、国家規模、地域規模の包括的な実施計画が行われることになります。環境破壊と人口過剰による持続可能性の危機の問題に直接有効なのが人口削減である。2030年までに70億人を突破した人口の 95% が削減されることになる。これはつまり100人中5人しか生き残れないということですよね。さらにイギリスの雑誌ザ・テレグラフによりますと、アフリカの環境保護プロジェクトを支援するチャリティー団体タスクの支援者であるウィリアム王子は、環境問題と人口問題について、急激な人口増加によりアフリカの人口は2050年までに現在の2倍になると予想されています。これは毎月350万人増加することを意味しています。この人口急増がアフリカで生息する野生動物たちにとって大きな負担となっていることは疑いのない事実ですとおっしゃっているそうです。つまり
人口が増えていること自体が問題であると。言い換えれば、解決するためには人口を削減するべきであるとも言えますよね。つまり世界の権力者たちは明らかに人口削減をしようとしているということです。では具体的にどのくらい人口が増えてきているのでしょうか。2019年の国連の発表によると世界人口は現在77億人、これが2050年までに97億人まで達すると述べております。はい、そしてこのですねグラフを見ますと、一番上の紫色の欧州ですね、ヨーロッパ地区に関しては1950年頃から、まあ、特にですね2100年までにあたって人口はほぼほぼそんなにね変わっていないのに対し、中南米とかね、東南アジア、東アジア、南中央アジアなどは人口が爆発的に増えていますよね。さらに一番下のこの赤い部分がこれアフリカなんですけども、これがもう他のエリアと比べてもうとんでもなくですね、爆発的にですね、人口がドッカンとね、増えていくということが予想されています。はい、そしてさらにこのアフリカをクローズアップしてみますと、こちらです。2050年時点で人口が1億人超えのアフリカの国ということで、まあ、1位がですねこれナイジェリアですね。ナイジェリアは2017年の時点で 1.9 億人だったのが2050年までには4億人を超えるというふうに予測されており、そして3番のエチオピアに関しては、私もですね前回ちょっと訪問してきたわけなんですけれども、現在1億人ぐらいに対して2050年までには約2億人ですね、ここまで膨れ上がるそうですね。そして実際に私もですねエチオピアの首都アディスアベバに訪問したんですけど、まあ、ものすごいね車と人だかりになっておりまして、まあ、これ以上ね人が増えたらもう動けなくなるんじゃないかなぐらいの人口密集度になっていました。はい、そしてアフリカ全体で見ますと2017年が12億5000万人に対して2050年までには25億2800万人まで増える、つまり2倍ぐらいまでですね増えると予想されており、で世界全体がですね2050年までには約100億人になるということですから、100億分の25億、つまり4分の1ですね、世界の人口の4人に1人はアフリカ人になるということが予想されているんです。はい、そして人口が増えすぎることによる弊害デメリットをね考えてみましょう。はい、そしてまず一つ目がバングラデシュですね。この国も私実際に訪問したんですけれども、人口が1億6000万人でもう人口密度がもうとんでもなく高すぎる国とも言われております。で、首都ダッカですね、私も訪問しましたけれども、もうね先ほどのエチオピアのねアディスアベバどころか、もうなんていうんですかね、もう交通道路どころか、もう全くもう道路で車がもう進まないっていうね。で、車が進まないので人力車のことをリキシャーとね彼らは呼ぶんですけど、まあ人力車に乗った方が早いっていうね、隙間を抜けていけますからね。まあそれぐらいですね人口が密集していました。またですねインドなんですけど、この国はですね13億5000万人ものね人がおりまして、もう街中にね人が溢れておりました。で、ガンジス川がある、まあ、有名な聖地バラナシっていうねあの街にも行ったんですけれども、まあ、本当に人口が溢れているような状況でした。そして人口が増えすぎている国で公共の設備が整っていないような国というのは、基本的に街がもうゴミだらけになってます。そして非常に不衛生で車が多すぎるがためにもう大気汚染がもうひどい状態になっています。で、そのゴミの量は地球、つまりこの大自然が分解できるキャパシティをもうはるかに超越しているため、ゴミや排泄物などを分解することができず、なおかつ上下水道とかゴミの回収が国の政府のお金がねそこまで回りきっておらず、全くね整備されていないような状況になっています。そしてかなりですね、まあ日本人のね、まあ普通の基準的な、ね、考えから言ったらもう悲惨と言えるような状況になっていました。そして当然何らかのウイルス性の病気などにもねかかりやすい状況になってまして、私もバングラデシュをね旅、まあ数日間いたんですけども、最終日になんか喉とかのねちょっと違和感を感じて、
まあ、気づいた時にはね、もう体調を崩していました。で、その次に訪問したのがね、アルメニアっていう国だったんですけども、まあ、アルメニアついて早々ね、まあ、本当はいろいろ観光して回りたかったんですが、残念なことに24時間ですね、断食と睡眠をとりまして、まあ、なんとかね復活することができたというようなねエピソードもありました。はい、そしてあとは食料問題ですね。で、食料が100億人に達した時に足りないことはないんじゃないかなとね、私は思うんですけども、なぜならばそれだけの人数がいれば地球人総出でですね、まあ作物を生産すれば良いのではないかと。ただし天変地異とかね、まあそういったことがあったらね、まあそもそも成り立たなくはなりますけれども、で、問題なのは豊かな先進国での食品のロスですよね。で、農業があまりにもビジネスとかお金儲けに走りすぎて、安く効率よく生産できる技術が開発されることは、ただ単に高効率とか安いとか儲かるといった意味合いでは素晴らしいかもしれませんが、遺伝子組み換え作物、食品について皆さんはご存知でしょうか。有名なのがモンサント社の遺伝子組み換え大豆やトウモロコシ、ラウンドアップレディ品種です。もともと畑で雑草や害虫が発生すると人間の手でね、一個一個ね除去していたんですが、ラウンドアップレディの場合、畑に対してセット販売されているラウンドアップといういわゆる除草剤を畑に撒くことで、その遺伝子組み換え作物だけがすくすく元気に成長し、その他の雑草とか害虫が死滅するんですね。なので作業効率が非常に高いわけで、一見非常に儲かる仕組みです。また遺伝子組み換え作物というのは害虫を殺す殺虫性を持っており、緑色した幼虫みたいなですね、害虫さんがその作物を食べると、なんとその虫が死ぬという体制を持っています。おいおい、その作物を食べたら害虫さんが死んでしまうとのことだが、人間は食べても大丈夫なんかいと思うんですけれども、当然ですね、その作物を作っている会社は科学的に大丈夫とか言うけどですね、そんなリスクの大きい食品を皆さんは食べたいですか？これはある意味神への冒涜であり、美しい地球にもともと備わっている生態系を破壊する行為とは言えないでしょうか。もともと地球は本当に美しくて、まだあまり人の手が加わっていないような国、例えばアイスランド行きました。寒い国ですけど、あの広がる大自然、そしてあの自然に作られた巨大な滝とかね、ものすごく美しかったです。そしてモンゴルの遊牧民の皆さんにもね、実際に会いに行ってきましたけれども、そこで暮らす人々、そして人間と共存する可愛いお馬さんとかね、羊さんとかね、ヤギさんとかいろいろ会いましたけど、素晴らしい美しいね草原でした。さらにはアフリカケニアではサファリツアーに行ってきました。道端では巨大な背の高いキリンさんにも遭遇しました。まあそういった道端っていうかね、普通の道路があるようなとこでもキリンさんが自然で暮らしてますよ。そしてアフリカの東海岸の南の方にある南の楽園モーリシャス、ここも行きました。もうあまりにも美しすぎる島で、もうね、海に潜るとね、お魚さんたちがたくさん泳いでいました。ですがね、先日ありましたよね、三井商船のね船が座礁して、重油がですね、その綺麗な海にですね、漏れ出してしまうというね、事件がありました。あれはとてもね、見ていて、あまりにもね、悲しい事件でした。そして、日本から少しだけね、南に行ったところにあるパラオとか、南太平洋のね、ニューカレドニアとか、クック諸島の海も、とっても美しかったです。しかし、人間たちがどんどん増えてね、観光客とかが増えていくと、どんどん、その綺麗な自然が破壊されていってしまうんです。そして2020年、パンデミックにより世界中がロックダウンして、人々が自粛したことで大気汚染が実はかなり緩和されたっていうね、ニュースがございます。コロちゃん対策により大気汚染物質や CO2 排出が減少した。世界最悪の大気汚染で苦しんでいたインドだが、ロックダウン等のコロちゃん対策で大気汚染が劇的に改善したと。今年4月の NASA の観測によれば、この20年間で最
最も大気中の汚染物質が減少したのだという。同様に中国でも大気汚染が改善。同国の生態環境省が今月15日に発表したところによれば、同国300以上の都市での大気中の汚染物質が 15% も減少したという。日本においても中国から飛来する汚染物質が劇的に減少したそうです。そしてこちらの記事によりますと、アジェンダ212030年までに人口の 95% が削減される、すでに大選別は開始されているとあります。これはですね、ドキュメンタリー映画 The Truth About Our Water っていうね、水道水の真実によりますと、すでに我々が日々口にしている水道水や食べ物、医薬品に始まり、今こうして呼吸している空気までもが有害な化学物質にまみれているという。これこそがすでに始まっている大選別で、我々は気づかないうちに化学物質で毒されており、不妊の蔓延、短命化が起こっているという。つまり日常的にさらされているこれらの化学物質によって、我々は遺伝子的に絶滅させられようとしているというのだということです。そしてこの極めてシビアな状況を生き残ることができるのは、この現実を知り十分な対策を取っているエリート層と、これらの化学物質への耐性を遺伝子レベルで獲得した人々であると。そしてこれらの人々の総計が5億人なのだと。一体2030年までの十数年の間にどんなことが起こるというのだろうか。ということで、これは2017年の記事ですが、まさに今現実で起こっていることとつながってきますよね。皆さんの体は化学物質で汚染されていませんか？最後に今我々がすべきこと。もしもこの人口削減計画からどうあがいても逃げることができないとしたら、どうしたらよいのでしょうか？あなたとあなたの家族が人口を5億人に入ればいいのです。すでに人間選別は始まっています。一刻も早くこのことに気づいて、まずは化学物質満載の食事を改めましょう。あなたが勇気があるのなら、石油から作られた西洋医学の薬もやめましょう。そして筋トレとジョギングをしましょう。まずは2日に1回からでも大丈夫です。そしてテレビ、マスコミが大好きな人と接するとき以外は、できるだけマスクちゃんはね、控えて、最強の自己防衛装備である、あなた自身の自然治癒力、つまり免疫力を高めましょう。そして、子供たちはできるだけ泥んこになって遊ばせましょう。あなたも幼少期には土を食べていたはずです。うわ、時間はどんだけあっても足りませんが、また別の動画で具体的な人口削減計画でも生き残っていく方法をお伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、ということで、私は科学者でも政治家でもなければ、ただの侍です。サムケンが言ってることが間違ってるとかね、おかしいとか、異論反論ありましたら、どしどしコメント欄の方にお書きください。まあ、最近はおかげさまでコメント欄もね、たくさん増えてきておりまして、そして皆さんからいただける情報というのは、本当になかなか自分ではね、見つけきれないようなこともね、結構皆さんからたくさん教えていただけることで、このチャンネルのね、発信する情報がね、より豊かなものとなっていきますからね、ぜひ今後ともコメントもね、書き込んでいってください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。